ペップレはペッパーを通して多くの人とコミュニケーションしようというコンセプトのもと、ペッパーが感情を持ったプレゼンテーションを行うことを目的としたシステムです。ぜひ手に取ってご覧になってくださいね。PC からクラウドにアップしたプレゼン用のコンテンツを iOS と連携したペッパーに配信。納期ができました。ペッパーとのペアリングは iPad から IP アドレスをタップするだけ。 iPad に接続できました。ウェブ上で簡単にプレゼンテーションを登録、編集することができます。ループ再生の有無、ループ時間を編集しました。音量を決定し、 iPad から外部モニターにつなげば、大きい画面と一緒にペッパーがプレゼンを行います。頭をタッチするとプレゼンをスタートします。ようこそペッパーです。トランジションパターンやあらかじめ用意されているさまざまな動きを組み合わせて、ペッパーに魅力的なプレゼンテーションをさせることができます。そのように見えるんですけど、防水できちゃっているんです。そんな素敵なエクスペリア、ネットファイル、ぜひ手に取ってご覧になってくださいね。今後はプレゼンを聞いている人の数や性別、年齢、感情などをペッパーが識別し、プレゼンの状況に合わせて感情を含ませたり、視聴者に声をかけるなど、双方向のコミュニケーションへ進化していく予定です。ペップレでたくさんの人と新しいコミュニケーションを。